アケローオースは、ギリシア神話に登場する川の神である。オーケアノスとテーティウスの息子の一柱で、ギリシア北西部から、パトライコス湾、地中海へと流れる西ギリシア地方最大の河川、アケローオース川の河神。変身術を得意としており、様々な姿になることができる。中でも、オウシアオロチになることで知られる。本来の容姿は、上半身が、 人間の体、頭には、お牛のような角、髭と長い髪を持ち、下半身は、蛇のような魚の姿である。ヘイラクレースが、カリュドーンをオ,オイネウスの娘、デイアネーラーに求婚した際、アケローオスもデイアネーラーに求婚をしていたことから、デイアネーラーをめぐって両者は激しく戦うことになった。アケロオスは、様々な姿に変身して、ヘラクレースを翻弄したが、 お牛の姿になったとき、片方の角をヘイラクレースに折られて降参し、その後は、アケロースの川底で傷口を癒した。しかし、毎年春が近づくと、傷跡から敗北したことを思い出し、怒りに駆られて、洪水を起こすという。なお、ヘイラクレースが折ったアケロースの角は、果物や財宝を無人像に生み出す魔法の角、法上の角になったとされる。また、 折れた角の傷口から流れた血が、精霊を誕生させたとも言われる。ありがとうございます。